たここにいる理由を探して、夢の巣に駆けずに駆けずり回るけど、見当たらず空を切り上げ合うだら、夢がこぼれ落ちた夜に集めてんだ。何度だって触れもしない、名前もない感覚足元をくぐり抜けてゆくよ。ないないない揺るがない感情を意味もなくたださらけ出して、虚空に沿った心のスピードに沿って、ないないない響かない願望を一つ残らず手に入れたって、言葉さえもいらない、それ言うべきその声を、oh, oh, oh, oh. 誰にも譲らない大将に立って何に任せたい感情不安のまま泣いた夜を追い越してく、まや高く蹴り飛ばすだけ。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございます。もう本当にねこの曲難しくって、タン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 って始まるんですけど、それがね一拍目のちょっと早いところから始まってて、もうすごい難しかったんですよ、速さが取れなくて。でもサビでパチラーみたいな構成だと思うんですけど多分でなんかそれってこう物事とか人生とかって、その頑張っても頑張っても噛み合わない時ってあると思うんですけど、いろんなタイミングが重なってうまくいったりとか上向きにいく時ってあると思って、なんかそんなのが現れてるような感じがして、すごく素敵だなと思ったし、めっちゃ難しいことされてるなと思いました。で歌詞もねすごいかっこよい、なんか前向きな気持ちになる曲だなと思うんですけど、特に私は響かない願望を人との心で手に入れたってっていうところがすごいいいなと思いました。やっぱりなんか最初はこうなりたいな、あしたいなとか目標があって始めても、こう周りからいいねって言われたりとか、お金をいっぱいもらえたりとかすると、こう現状にね満足してしまって、いつかこう目標だったこととかが忘れてしまうことがあるなと思って、でもそれはなんかそれはそれで一つの幸せだなと思うんですけど、でもふとあれこれ本当にこれでいいのかなとか、人生このままで良かったのかなって思う時があると思って、やっぱりその本当にその時々でね思う自分の本当にやりたいこととか目標とすることとか、でまあそれに向かって頑張りたいなっていう気持ちがやっぱりみんなどっかにあるんじゃないかなと思って、そういうのをこう目の前のねちょっとまあ属性的な幸せも素敵なことだと思うんですけど、それに惑わされずにそういうのをしっかりと大事に生きていけたらいいなと、そういう生き方もかっこいいなと私は思っています。まあ一つのかっこいい生き方なのかなと私は思って、すごくいい歌詞だなと思いました。でまあなんかこの漫画というか、まあ、アニメの主人公もすごくこう少年漫画みたいな設定とかも、田舎から東京出てきて頑張るみたいな感じのこう感情的なね少年みたいな感じなんですけど、でももうやっぱり自分がやりたいこととこう周りから求められることが違って、それにこう葛藤して頑張ったりとか、あとはこうプロってやっぱりこうやっぱ常識とか周り世間一般が考える、あこれってこういうことなんだって思うことの先、なんかその真理みたいなことに行きつけるみたいなのがプロフェッショナルだなと思うんですけど、なんかそういうところが描かれてるなと思うんですよね。こうパスとかゴールを目指すためにはこうしていけばいいんだみたいな、そういうこう思考の過程みたいなのが描かれていて、まあ、なんか一見こう感情的な主人公、あなんかちょっと見てて疲れるなって思うかもしれないんですけど、見ていくとめっちゃ面白いのですごい感動しますしね、そういうのにこうぶち当たっても頑張っていくみたいなのが、なのでぜひ見てほしいなと思いますし、見てる方はね一緒に楽しんでいければいいなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye. The cycle is my name.はい、ということでもう大事なお一つでもう一つなんですけれども、メールマガジンを配信させていただこうと思います。今までは、まあ、YouTube いろんなもの
SNS いつなくなるか分かんないっていうところでメールマガジンをさせていただいてたんですけど、やはりこう YouTube メインストリームになってきて、いろんな SNS もフランクに使えるものになってきてると思いますので、そちらをねいっぱい活用していきたいなと思ってます。今までメールマガジン登録していただいて応援してくださった方が本当にありがとうございます。今月いっぱいは配信いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye. I love you guys.